昔々、大変仲の良い二つの国に二人の王子様がおりました。一人はちゃっかり者のカスタード王国の王子様。もう一人は慌てん坊のサブレ王国の王子様。私だ。二人は小さな頃から何をやってもライバルでした。これはそんな二人の王子様の冒険の物語です。はい、ということで、こんにちは、こんばんは、葵です。今回からね、カエルのために金は鳴る、1992年の任天堂さんから、ゲームボーイで発売されたカートリッジになります。はい。これはね、僕は、ゲームボーイのカートリッジを買いまして、それをね、スーパーファミコンのね、スーパーゲームボーイでやっております。はい、それでは、ね、名前を、入れていこうかな。じゃあ、葵で。葵王子。字がでかい。この辺で諦めたらどうだい？葵王子。なんだと？今のは少し油断しただけだ。リチャード王子。さあ、もう一度勝負だ。ふっふっふ、いいとも。さあ、来たまえ。葵王子。行くぞー。おう、負けそうだね、これ。ここはカスタード王国のフェンシング道場。フェンシングなんだね、これ。ただいま練習試合の真っ最中。倒れたのが葵王子。試合を行っているのはこの国の王子、リチャードと、お隣のサブレ王国の葵王子の二人。サブレ王国か。この二人の王子は幼馴染で永遠のライバルでした。同い年でルックス、スタイル、おつむの程度もほとんど同じ。でも武術だけはリチャードになぜか勝てない葵でした。はっはっはっは、また僕の勝ちだ。これで対戦成績は僕の56勝0敗だな、全敗じゃねえか。君はいつになったら僕に勝てるようになるんだい？くそー。リチャード様、大変でございます。お、G。あ、G だ、本当に G だ。なんだ G、想像し。それが、今届いた情報なのですが、我が国と友好関係にあるミルフィーユ王国が、突如現れた謎の軍団、ゲロニアンに襲われて、ゲロニアン？うん。占領されてしまった、ということです。何？ミルフィーユ王国といえば、絶世の美女と噂の高いティラミス姫が治められておられる平和な島国。それで姫は、ティラミス姫はどうなされたのだ。さて、そこまでは。それは天下の一大事。じ、船だ。港に船を用意せい。そして我が兵士どもを戦いの支度をさせるのだ。は、そう思いまして準備はすでにできております。さすがじ。でかした字、出陣だ。お、ティラミス姫と聞いては私も黙っておれぬ。リチャード、私も行くぞ。お、いっぱい乗り込んだな。よし、私も。おっと、葵、君がついてくる必要はない。姫は僕がお助けする。君はその間に、剣術の上でも磨いておきたまえ。置いてけぼりか。あららら。おのれ、リチャード。抜け駆けは許さん。えい、どこかに船はないのか。じい、お前知らんか。お気の毒に置いてけぼりですな。あららら。船か。そっちに行っても船はありません。うん、どうしようかね。よし、船があった。ん？おい、勝手に俺の船に乗り込んでくるた、どういうこった？えい、私は急いでおるのだ。船の代金を受け取れ。お、金ならいっぱいあるぞ。え、1、10、100、1000万、10万、100万。9000あったから？え、900万？え？800万？へえ、この金貨の山は。
金に糸目はつけぬ。はっはっは、私はサブレ王国王子、葵でサブレ。愛しの姫のためならば、金に糸目はつけはせぬ。なんか、うん。感情移入できない。さあ、出発だ。いざ、リチャードに遅れを取るな。一人で行くの？おう。金に物を言わせた葵。金持ち王子葵、嫌だな。リチャード王子、先を越されず、悪の軍団ゲロニアンから、ティラミス姫を無事助け出すことができるのか。さあ、物語の始まり。うん、狂言回しがいるんだ。あ、船主が落ちた。うん、金いっぱいもらっちゃったからね。800万。抜け駆けリチャード追いかけて、やってきました、ミルフィーユ王国。おう。着いたところは、シーミズ港。迎えに出たのは年寄り一人。おう、またしても救いの手が。あなたはあの、葵王子様。おい、皆の衆、王子様がいらっしゃったぞー。ほうほう。なるほど。じゃあ行ってみようか。これ、マントなんだね、これ。よし、行こう。ん？えらいことです。えらいことです、じゃ。これ、老人、落ち着いて話せ。葵王子様、我々の話を聞いてくださいませ。ティラミス姫様の聖なる力で我々は平和に暮らしておりました。そこへ突然ゲロニアン軍が上陸し、この町にあったすべてのものを奪い去ってしまったのです。やはり、あの情報は誠であかったか。その奴らはティラミス姫様のエクレア宮殿に攻めかかり、なんか名前がいちいち可愛いな。ついに宮殿を占領してしまいました。エクレア宮殿。姫様は今も宮殿の奥深くに囚われの身。という噂ですが、はっきりしたことはわかりません。どうか姫様をお救いください。うむ、任せておけ。必ずや助け出して見せようぞ。弱いんだけどな。おう、頼もしや、ご無事をお祈りいたしまする。おう。お、どうかお、姫様をお救いください。うん。なるほど。姫様をお救いください。よし、行くぞ。おう、青い王子様だ。噂通り、立派な王子様だ。そんないい噂が。うん。ほんと、このお方ならゲロニアンなんて一頃ね。おい、まだ何もやってないぞ。きっとこの国に平和を取り戻してくださるに違いない。ん？うわはは、そうであろう、そうであろう。乗るな。私に任せておけば安心であるぞ。わっはっはっは。感情移入できない。ん？やっぱりリチャード様のおっしゃった通りだな。はっは。ん？リチャードは、なんと言っていたのだ。はあ、今度ここに来る王子は、おだてに乗りやすい、単純な奴だと。なにリチャードめ、ここまで来て私の悪口を。おい、お前たち、リチャードは今、どこにいる？リチャード様、兵士と共に宮殿に向かわれました。エクレア宮殿だな。くっそ、急がねば。ほう。よし、行こう。エクレア宮殿だな。あ、葵王子様だ。お母さん、葵王子様だよ。お母さん。ほら、お母さん、僕の言った通りでしょ？葵王子様はきっと来てくれると思ったんだ、僕。ねえ、王子様、絶対ゲロニアンをやっつけてね。あいつらすっごく乱暴だし、僕嫌いだ。これ、あげるから。約束だよ。回復のワインを手に入れた。ほうほう。これ少年、このようなものをもらうわけにはいかぬ。お、さすが王子。いえ、王子様、ぜひもらってやってくださいまし。あの子はあの子なりに私や町のことを心配しているのです。それに今差し上げられるものは本当にそのワインしかないのです。どうか私たちのせめてもの気持ちとしてお受け取りくださいませ。おー。うおー。
私は今猛烈に感動しておるぞ。あいや、わかった。皆まで申すな。ワイの霊と言ってはなんだが、これを受け取るがよい。金。一十百千万十万。全額渡した。あれ、このような大金いただくわけにはまいりません。うん。かまぬかまぬ。私にとって柱金だ。いやらしいな、もう。見よ、まだこんなにあるのだ。あ、一気に。おう。で、あるから。無限財布か。おう。で、あるから心配いたすな。それであの少年にうまいものでも食べさせてやるがよい。ほうほう。王子様、ありがとうございます。なるほど。うん。もらったものはどう見るんだ、これ。はい。もうこのあたりからがね、ちょっと先ほどね、テストプレイさせてもらって、ここからがね、完全処刑になります。これ、うん、テストプレイの時ね、さっきね、これ使っちゃったんですね。はい、じゃあ、困った時使おう。ワイン。はい、ここから。王子様、僕のワイン困った時に飲んでね。よし、そういうことだね。これ聞く前にね、飲んじゃったんですよ、僕。はい。王子さん、なんと一人で姫を助けに行かれるのですか？それならば旅を記録できる日記帳を差し上げましょう。あ、日記帳を手に入れた。これでセーブができるんだ。使い方はスタートボタンを押してカーソルを合わせ A ボタンですぞ。ちょっと使ってみようか。うん、すまぬ。ところで、宮殿へはどう行けばよいのだ？教えてくれ。ここを出てまっすぐ北へ行けばエクレア宮殿です。ゲロニアンのボスはデラーリンという化け物で、最上階で春まで眠っているという話です。冬眠か。あ、デロリアン、うん。爬虫類系なのかな？おう。あ、ちょっと、セーブを、の仕方を、これがワインでしょ？これかな？日記をつける。よし、これでいこう。二枠できるってことかな、これ。はい。イエス。これでいいね。よし。うん。実はね、これ、ね、中古で購入したときにね、うん。たかひろくんのね、名前が書いてありました。たかひろ王子。うん。それはね、もうすっぱりね、消させていただきました。これ病院か。病院だね。うん、苦しいよ。おう。大丈夫か？お、なんか、くにおくんみたいな。うん、痛いよ。しっかりすい。ドラクエとかみたいに、なんだ。いじれるわけじゃないんだね、これ。ちょっといじっとこう。無理だろうね、これ。うん。ヒットしないね。ただのオブジェっぽいね。よし。では、G、行ってくるぞ。気をつけて行きなされ。行きます。北へそのまま。これ敵だな。動いてる、動いてる、動いてる。ちょっと待って。港町清水。ちょっと待って。どういうこと？戦い方がね、ちょっとまだわかんないんですよ。おー。オートバトルか。ちょっと待って。うん。うん。あえてね、ちょっとね、概要とかもね、知らずにね。もちろんね、カートリッジのみで買ったんで、説明書もなしです。はい、このまま行こう。ほうほうほう。ちょっとなんかやばいな、こいつ。ん？この先、一般人は通さぬ。帰れ帰れ。何？無礼者。私は青い王子であるぞ。この先の宮殿に用があるのだ。通せ！ふん、通りたければ俺を倒していくんだな。戦うか。あ、いや、弱い。からっきしだからね、腕は。いや、私は王子だ。その態度許せぬ。手打ちにいたーす。あららら。頑張れ頑張れ頑張れ。うん。うん。あららら。下が敵だよ。この弱さ圧倒的ではないか。そんな剣ではびくともせんわ。出直して来い。死んだ。青い王子は剣闘虚しく倒れた。ん？だが君の力はこんなものではないはずだ。
立て、立つんだ、おい。誰か倒れてるぞ、病院へ運べー。お。お、ここは病院？では誰かが運んでくれたのか。こんな感じなのかな、これ。苦しいよ。うん、私も心苦しいよ。お金は減ってないしね。デスペナルティがない感じかな、これ。どうなんでしょうね。気をつけて行きなされ。よし、今度は気をつけるよ。どうしようかね。これは？イケイケ玉。イケイケ、イケイケなんだ。ライフゲージを回復します。あ、例えば。ほんほんほん。これで減りますね。イケイケ玉で、お、増えた増えた。これ経験値とかないみたいだね、これ。うん。ステータスがあって、あとは、武器がこの、槍みたいなね。三つ股の槍みたいなやつですね。パワー2、スピード1、アーマー0、ジャンプ4。ジャンプってのはちょっとわかんない。キーはキーアイテム、かな？よし。このままいっちゃおう。体力なくなったら、こっちしかないね。あそこで回復みたいな感じかな。ちょっとずつ動いてるわ、これ。これで、無傷で。ここ一択か。よし。お。わしはアイテムを授ける、お約束通りの地下老人。さあ、ここにあるアイテムを二つとも持っていきなされ。お、いいね。よし。遠慮なく。ライフストーンを手に入れた。ライフゲージのハートがワンナップした。おお！三つが四つに増えた感じだね、これ。それはセイントストーンという不思議な力を持つ石じゃ。ライフ、パワー、スピードの三種類があって、うん、あとジャンプがあったけどね。それぞれ手にしたものの力をレベルアップしてくれるのじゃ。うん。今お前が手に入れたのは、ライフストーンじゃ。見よ、お前のライフゲージがハート1個分増えたじゃろ？うん、増えた増えた。お、これはラッキー。ありがたくいただいていくぞ。王子よ、セイントストーンはまだたくさんあるはずじゃ。宮殿やいろんなところをよく探して集めるがよい。うん。よし、10個ぐらいに増やしてやるぜ。オートバトルなんだね、やっぱり。聖丼の剣を手に入れた。お、その剣なら弱い敵を一撃で弾き飛ばし、うん、さらにゲロニアン兵ともまともに戦えるはずじゃ。なるほど。これでいいね。気をつけていきなされ。よし。武器が変わった、これ。前の武器は入れ替わるわけだね、これ。なるほど。ちょっと武器がホールドって書いてあるから。うん。どんな感じで変わるのかちょっとわからないけど。お、ぶっ飛ばした。マジか。戦うまでもないってことか、これ。おう。ほら。よっしゃ。じゃあ、こいつにも楽。ここは？これは、いけそうにないね。ちょっとなんか色が違うけど。いける感じはしますね、これ。なんかアイテムが必要かもしれないね。ここもいけない。よし。リベンジだ。この先、パンジアム倒産、帰れ帰れ。私は大用事である。この言い方な、ちょっとな。感情移入できない。よし。リベンジじゃ。リベンジじゃ。その態度許せん。手打ちにいたす。どうだ。あ、結構。あ、結構危ない。やっぱりこの人強いんだ。くっそ、覚えてろよ。こら、待て。そこに直れ。調子こくな。武器のおかげだ。武器のおかげだ。待て、ん？あいつ何か落としていったぞ。マップを手に入れた。やったね。迷子スキル持ちにありがたし。これはこの国の地図？ん？何何？このマップはアイテムとしてお使いください。十字ボタンでカーソルを動かし、地名が見られる。か、これは便利なものを手に入れたぞ。あらら。地震ですね、これ。
地殻変動、まるで仕組まれたような大地震、震度7ということか。ところか冷静だな意外と。おお、そんなことより宮殿に急がねば。うん、体力減ったまんまなんだけど、体力ちょっと減ったまんまなんだけどね、これ大丈夫？まあいいか。うん、戦いは勢いじゃ。本当かな。北エクレア宮殿、南港町シーミズね。よし、オッケー。エクレア宮殿、これがエクレア宮殿か。ちょっと待てよ。西ゲロベッポ温泉。ゲロベッポ温泉、あ、なんか広そうですね。ちょっと待てよ、そういえば地図を手に入れたんだ。これか、よし、これね。あ、これは、あ、今エクレア宮殿ということね。これがシーミズ。うん、これはゲロベップ温泉郷を、あ、細かく出るんだこれ。ここがゲロベップ温泉。あ、タルト高原。タルト高原、タルト高原、春を告げる村、スプリングヒル。おお、うん。メレンゲ氷河。いいね。ちょっと全部一通り見とこうか。娯楽の殿堂、株式会社、南天堂。いいね。北の岬。うん。ここはエスキモ村。ほうほうほう。これは火山の町、風林。うん。ババロアさん、これババロアさんか。うん、これは城下町アラモード。これで全部かな。ほうほうほう、よし、これはじっくりやっていくべきだな。とりあえずこっちはアラモードか。城下町、城下町へ行くための架け橋が外されている。うん、これはダメだね、行けない。とゲロベッポ温泉は多分寄り道だと思うから、こっち行こうか。この宮殿のどこかに姫とリチャードがいるはずだ。リチャードめ、ゲロニアンのバカ野郎、もう頼まねえよ。おめえも架け橋のスイッチを探しに来たのかい。そうだよ、そうだよ。いや、そうでもないか。ここに用事があるんだ。いや、私は青い王子ティラミス姫を探しておるのだ。その方、姫を知らぬか？さあね、けど、リチャード王子も同じことを聞いてたな。何？リチャードとな、リチャードはどこだ？早く申せ！おめえ何一人で興奮してんだよ。鼻息荒いぞ。うん。あの王子さんならもうここにはいねえよ。今のままじゃ姫を助けらんねえとか言って城下町に行ったぜ。いや、しかし城下町は、では私も城下町行った方が良さそうだな。そいつはダメだ。ゲロニアンが架け橋を外しやがったからな。おかげでオイラ家に戻れなくなっちまった。ここを左に行けば架け橋のスイッチがあるんだが、その架け橋のスイッチを守っている奴が強えのなんの。オイラの見た感じじゃと、うん、とても今のおめえじゃ勝てそうもね。そりゃそうだ。うん。私、動かしてる私自身がそう思うよ。仕方ねえからオイラ、お堀を泳いで渡るよ。泳いで渡れるんだ。じゃあ、あばよ、おじさん。さて、困った。実は、王子は金槌でした。おう。こうなったら何としても橋を架けるしかないようだ。なるほど。はい。ということで、うん、一旦ここで区切ろうと思います。お、これ、あ、そうか。あ、横スクロールになってるわ、これ。なるほどね。では次回から、ここね、エクレア宮殿を探索ということになるのか、やっていこうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。